皆さんこんにちは。12月12日しゃべくり松城59回をお送りしたいと思います。今日のパーソナリティは NP 法人夢空間真っ白と松と心を育てる会の理事をやっております小又です。よろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、真っ白の民話の紙芝居作りについて、お話したいと思います。で今日の構成ですけども、最初に私の方で、紙芝居の作り方についての推進の仕方についてお話しします。それからゲストの方々の、絵を描いていただいた、感想等をお送りします。それから最後に、絵を描いていただいたお母さんのお子さんがいらっしゃってるんですけども、その方に、紙芝居を上演していただきます。そんなストーリーでいきたいと思います。それでは今日のゲストですけども、最初に赤澤さんです。はい、よろしくお願いします。それから田中さんです。よろしくお願いします。それから、豊田さんです。よろしくお願いします。それから小日向さんです。で以上の、参加におりましてですね、今日は お届けしたいと思います。最初に、真っ白の民話の活動についてですね、触れていきたいと思います。真っ白には70余りの民話があります。ちょっと、こういう本があります。3冊あります。それからこういった小学校で記念に発行した民話の本があります。まあ、こういうのを合わせまして70ぐらい真っ白にはですね、民があります。それから、次世代の子どもにはどうして語り継がれていくか、どうするかということをですね、話し合いまして、平成21年度より活動を続けてまいりました。現在までに、30話を制作することができました。で夢空間で、15話、それから、清泉女子短期大学10話を作りました。ちょっとこれを一言触れておきますと、夢空間は21年度よりですね、まちづくりの関連事業で連携して、清泉女子学院短期大学と、いろんな、行事をやっております。その中の一つとして紙芝居もお手伝いしていただいております。それでは、日頃のですね、お忙しい合間に素晴らしい絵を描いていただいております、皆さんをご紹介したいと思います。この場面はよく描けたとかお気に入りだとか、いろんなことがありましたらですね、一言ずつ、お願いしたいなと思っております。最初に赤澤さんの方からお願いしたいと思います。白鳥の知らせを書きました赤澤節子です。最初白鳥の知らせとなっていたのでびっくりしました。それからもう少しなんかこうでしょうかね、苦労された点とかその辺はどうでしょうかね。やっぱり実在した歴史に残ってる方のお話なので、そういう点で時代考証などすごく気を使いました。あ、そうですか。それと白鳥が何の鳥かということも考えたんですが、大和尊の御事が白鳥神社の祀られている神様でということが分かりましたので、はい、鳩にしました。ああ、それでこの紙芝居何日ぐらいかかって書かれたんでしょうか。そうですね、10日ぐらいです。ああ、はい、随分短いとか思いますけども、もう慣れてらっしゃるからささっと書けちゃうんでしょうかね。あんまり考えないで書くから、はい、ああそうですか。それでは、完成した
紙芝居ですね、はい、家族に見てもらったでしょうか。自信がないので見せなかったんですけれど、はい、そうですか、はい、うん、これから見せます。あ、そうですご主人も喜ぶかと思うんですよね。いかがでしょうか、うん、じゃあ自分なりに評価してですね、この紙芝居の絵をですね、何点ぐらいつけたら。初めて描いた時代物なので、はい、まあ80点ぐらいだと思います。あ、そうですか。あ、まあ、赤澤さんは袋おばさんで有名なんですけども、いろんな依頼、紙芝居の依頼があった合間にですね、紙芝居の絵を描いていただいたりしておるんですね。非常に素晴らしい絵があります。ちょっと紹介してください、はい、この細かい絵どうでしょうか。少しアップしていただいて、このきめ細かな表現とか、その辺はいかがでしょうかね。はい、ありがとうございます。それでは次に小皆さんお願いしたいと思いますけども、私は立った方がいい。はい、ちょっと立ってみてください。私はお姫様のお化粧池を描きました。どんな工夫をですね、されたり苦労されたんでしょうか。工夫っていうか私がまあお嫁にしたらもう30年過ぎてるんですが、はい、おじいちゃんがうちのにも池があるんですけれども、そこのそばにっていうか、そのお姫様のお化粧の水だ、お化粧の池だっていうふうにいつも言ってて、とても興味があったんですね。で、あの頃はまだ本当にただ の小さな水たまりのような感じでしたが、今本当に整理されて綺麗になっています。で、そしたらこのお話が書くのの中にあったので、ぜひ書いてみたいなと思ってやってみました。よかったですね。ちょうど念願かなって、はい、よかったですね。同じ町のことなのでね、ちょっと嬉しいです。すぐそばだし、はい、よかったと思いますね。この紙芝居の中でですね、絵の中でお気に入りの絵ありますでしょうか。お気に入り、時代のので、いろいろ考えたんですけど、綺麗にお育ちになったお姫様ってことでね、大人じゃなくて子供っていう形にしたんですけれどね、これがとても華やかにできたなと思ってます。そうですか。すごく素敵ですよね。可愛らしくね、描けてると思いますけども、はい、それで紙、この紙芝居をね作った何日ぐらいかかったんですかね。ね、ちょっと急いでやったもんですから1週間くらい、はい、でしたね。そうですか、はい。この紙芝居を見て家族の方にね見てもらったでしょうか。見たっていうか、書いたのをこう、はい、部屋にぞろぞろなので、当然見てたんですけど、うちの主人はやっぱり松代の人なので、はい、雨飾山を書いたら、はい、雨飾山を描いたらその隣には奇妙山があるんだから、これはおかしいと言われて慌てて描き直しました。あ、そうですか。全体的にね構成するのに非常に苦労したと思うんですけどね、その辺はどうですかね。お話自体があまり長くないのでね、どうやって膨らませるっていうか、ちょっとその辺は考えましたね。あ、そうですか、はい。それでは最後ですけども、紙芝居ですね、自分で評価して何点ぐらいを。ちょっとね、70点ぐらいですかね、はい。そうですか。忙しい合間ね、ビーズ会にも入ってらっしゃるし、バウンドテニスもやられてるんですか。そんなスポーツをやってる中でですね、合間に絵を描いていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。今度は紙芝居の絵の方じゃなくて語りの方にちょっとね、田中さんお願いいたします。はい、私はお話ブランティアひまわりとかエコールド松代の語り専科でこの紙芝居を使わせていただいております。これは、今年のできた新作の、親孝行の猿の初めての発表会をして樋口邸でしているところですね。はい、やりましたね。これは皆さんが紙芝居を見ているところです。これは赤澤さんのこの白鳥の知らせを読んでいるところですね。
はい、これは豊田さん、お母さんの書いた猫の恩返しを娘さんが読んでるところです。これはあの私あのひまわりの会で読み聞かせとかいろいろしてる中で、これは花の丸児童センターでここのできた紙芝居を使わせていただきました。これは、前年度の発表、新作の発表のとこですね、輝き広場でやっております。これは清泉女子短期大学の生徒の皆さんが赤澤先生の指導で紙芝居を書いているところですね。はい、これもそうですね。はい、これは、東野児童センターですか、そこで、清泉女子短期大学の皆さんが新作の発表をしているところですね。はい、これは皆さんが紙芝居を見ているところです。はい、これは真田祭りに清泉女子短期大学の皆さんが紙芝居をしているところです。はい、はい、これもそうですね。はい、以上です。素敵な紙芝居、いつもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。その次はですね、豊田春夢さんの紙芝居の上演をですね、お母さんに代わってやっていた。日頃は、落語なんかもね、落語教室なんか参加されているお嬢さんです。少々 お付き合い願いたいと思います。それでは猫の恩返し。昔仏教という教えを開いたインドの国のお釈迦様はサラソージという木の下でその生涯を閉じられました。その時象も虎も猿も人間も生きとし生けるものお釈迦様の周りに集まり、その死を悲しんだといいます。このお釈迦様の死の様子を描いた絵は涅槃図と呼ばれて、どこのお寺でも大切にされています。涅槃図には目をつむったお釈迦様の周りに仏や弟子の他にいろいろな動物が描かれています。しかしどういうものか猫とマムシは描かれないのが普通です。猫もマムシも不吉な生き物だという考えのせいかもしれません。さて、信州のとして有名な東寺尾の福徳寺にも涅槃図の掛け軸があります。兆殿司という昔の絵描きが描いたという優れた作品で、寺では宝物として伝えられてきたといいます。ところがこの涅槃図には普通は描かれていないはずの猫が描かれているというのです。どうしてでしょうか。それにはこんな話がある、のです。ある時兆殿司が涅槃図の絵筆を握っていました。お釈迦様の最後の教えを聞こうと集まってきた動物をどう絵の中に描こうかと思い悩んで、ついうとうととしてしまいました。とどこから出てきたのか、突然一匹の猫が兆殿司の目の前に現れました。絵を汚されては困る、あっちに払おうとしますが、一向に動く気配がありません。どうした、何が欲しいのだ。何か訴えたそうな猫の様子に兆殿司は話しかけました。その言葉に促されるように猫が喋り出しました。お願いです、その絵の中に私も入れてください。何、お前を描けというのか。私もぜひお釈迦様の話を聞きたいのです。わからぬでもないが、猫の入った涅槃図はないぞ。だからお願いなんです、お礼はしますから。何、礼とな。はい、願いを聞いてくだされば、あなたが使う絵の具をどれだけでも差し上げます。ありがたい話だが、そう一気にたくさんもらっても困るが、いえ、
あなたが必要な時にいつでもお持ちします。そこまで言うと猫の姿は霧のように書き消えてしまいました。超電子はふと我に返りました。なんだ夢か、バカバカしい夢を見たものだと絵筆を握り直しましたが、どうも気になって仕方ありません。超電子は夢の中の猫の真剣な眼差しとお釈迦様を慕う真心を感じて、涅槃図の中に猫を描いてみようと心に決めました。こうしてできたのが福徳寺の涅槃図だということです。この時から超電子があの色の絵の具が足りないなと思うと、次の朝までには必ず思い通りの絵の具が揃っていました。あの夢の中の猫が願いが聞き届けられたお礼にと、約束通り比叡山の絵の具を運んだものでした。そのために超電子は一生絵の具には不自由をしなかったということです。終わり。今日はお忙しい中、本当にありがとうございました。これからも、夢空間を中心にですね、紙芝居をコツコツまた作っていきたいと思いますので、皆さんのご協力をまたお願いいたします。今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。昔は照れくさかったけど、今は強く感じるよ絆には。さっきのくるみは空高く背を伸ばして、太陽さんさん浴びて凛と鳴ってる。来週のしゃべくりマッシュルはケミさん、ケミさん何やってるんですか。え、清野で農業やってます。農業やってる、はい。はあ、農業ってことはなんかいろいろ作物作ってる。これです。これ瓶じゃない。これ中身が入ってる。中身を作ってる。中身を作ってる。そうですか、中身は作ってるね、はい、瓶は作ってない。瓶は隠してますね、はい、そうだ、農園で瓶を作ってると思ったらびっくりしちゃった。加工もしてはいないんですけども、しないね。中身の野菜を作ってます。あ、そうですか。そのじゃあその話を来週は。あ、はい。じゃあ中身は作ってる。そうです。中身、これは中身何ですか。トマトとトマトルバーブ、黄色いトマト、幸せの黄色いトマト。あ、黄色い幸せの黄色いハンカチにかけてますか。そうです。その話じゃあ来週聞ける、はい、あ、じゃあ来週幸せになりますね、みんな。そうだと思います。そうですか、ね、来週のしゃべり食べるともっと幸せになります。あ、そ、じゃあ今食べるともっと幸せかな。あ、時間がないから。あ、時間がないから、はい、そうですか、はい、じゃあ来週食べる、はい。あ、幸せですね。1週間待ってください。あ、わかりました。じゃあ来週の幸せのために、はい、ね、はい、待ってます。はい、はい、それでは来週のしゃべくりマッシュルお楽しみに。また見てね。
時は一瞬。